あのね、ちょっと見せたいことがあるの、おばあちゃんに、うん、ね。なあね。私が思うに、それはあのおじいちゃんが映像に映ってるシーン、あのカラー映画でおじいちゃんが映ってると思う。本当？でもはっきりわからない、うん、私。ね。うん、見たね。ねえ。でしょ？ねえ。すごく痩せてるから、あの戦時中は。もう一回見る？演技させられたのよ、これは。何を言おうとしてるんだろうね。爆風でそのドアが壊れてる？その中に引っ込んだみたい。うん。うん、顔がそうよ。ねね、うん、どうも、こういう風に見たら。まあ、懐かしいわ。うん。Als über Hiroshima die Atombombe detonierte, lebten meine Großeltern und meine Mutter in diesem Landhaus, 70 Kilometer außerhalb der Stadt. Mein Großvater war Arzt der inneren Medizin am Rotkreuzspital von Hiroshima.Nach dem Abwurf der Atombombe hat er vom ersten Tag an versucht, die Verwundeten zu retten, inmitten von Tod und Zerstörung. Was er dabei erlebte, darüber hat er bis zu seinem Tod geschwiegen. あら、もうアルバムも古くなって。あ、この写真ね。うん。ね、ハンサムでしょ。これは？この写真？うん。この写真を何か誘われて写真撮っただけで意味ないの。まだ婚約も何もしてません。私はまだ女学生ですからね。この時はもう日赤に勤めてました。うん、これは日赤のメンバーでしょ。もう戦争が激しくなって、もういつもあの飛行機が来てね、爆撃するでしょ。だからもう危ないので、もうなるべくあの知ったところ、田舎の方へね、あの疎開するように命令が来て、それでは、まあ、おじいちゃんの実家の方へね、疎開してたの、うん、だからおじいちゃんは病院へ泊まり込んでね、それからはあの土日に郷里帰って、ママがいたでしょ、ママの顔を見て。原爆の当時の日はね、一番の汽車でね、広島に、まあ、いつものように出かけたんです。10日ぐらい経って初めて帰省してきたんですよ。その時にね、何にも言わないの、あの人何にも言ってないんですよ。なんか爆撃があったぐらいでね、だから状況は全然わからないでしょ。
もうこう通信手段もないし、もうラジオもないしね、まあ、テレビももちろんないしね、もう全然情報が入らなかったから。だからたまにな広島から帰ってきた若い女の人がね、なんか大きな爆弾が落ちたんですよっていうような話、そのぐらいしか情報がないから。これが何年か後にいただいた写真です。白血球を調べてるんですよ、被爆者のね。だから当時のことが知りたいのだったら、一緒に働いていらした看護師さんね、そういう方をちょっと探してお話を聞いたらいいと思いますよ。これは誰かね。誰かね、あこに傷があるんじゃけどね。これはわからんね。私のクラスじゃないね。あ、宮原すみ子さん。これは分かった、宮原さん。ね、宮原さん、一級。これそういうこと。あなたの組ちゃん。そう。あんまり読みない。宮原、そう言われりゃそうじゃ。これは誰かね。さっき言ったことあんたが言ったじゃない、私が始まったよ。あれがね、すごいや。ほとんど先生はね、いらっしゃらなくて、芸備線から土井先生ね、それが歩いてきちゃって、患者の治療にね、当たってくださるいうことは聞いてるんですよ。だけど私たち、その先生がね、実際に来ておられるとこの現場は、分からんから私はね、ね。分からんから、頭がもうみんなこうパニックになってね。こう、何十年間寝てる、いわし並べたようにね、患者さんが。前。それ朝ね、担架のしてはね、隣持って出てね、焼いて、私らが。それが、ずっと繰り返し、1ヶ月ぐらいずっと。だからそれ、今度やけどだから、ここへね、灰がいっぱい溜まってね、ウジが湧くんだ。ご存知？灰のウジ。生きた体にずっとね、半身、ウジ潜り。見えてないもん、原爆のことは。これでも今話しようってだけ。あれ言がわんないでかめえって、言わん方がええ。言わんでめえって今話原しよ爆のためだけやん。聞きたいです原爆でやられたんだけど、それ言わんでめえ。私はこの木は200年ぐらい経ってると思うの。私が子供の時からこんな大きいんだもの。私がお方100年生きとるでしょ、90年 90歳ぐらい その時からこんな大きいんだものね。古い昔のトンネルの向こうが自分の子供だったような気がする。その時に日本が満州事変を起こしたんだ。そう、爆弾を抱えて鉄条網を突進した時に、日本中がその3人の兵士をものすごく褒めたたえたわけ。そして私が小学校2年生だったからね、ああ私も褒めてもらう人間になりたい、そう思ったじゃないの。それで軍隊に一番近い日本赤十字の看護婦さんになろうとしたわけよ。顔が泣きみそ、泣きみそ言うて言われるような顔をしとった。あんな写真しかできんような子供だったから、
母が嫁にもらわれんじゃろう。この子は仕事をすれば荒野な顔しとっても仕事をしますよ。でもこれ見たらね、だんだんとね、割と綺麗になってきとんよな。ほら、見れるじゃないいうようにな。私は単語譜大好きよ。今に大きくなったら石油自社に志願してお国のために尽くしますいうのが小学校の時に歌ったのよ。それぐらい歌で、世に連れて歌ったわな。日赤の看護師さんになりたいいうのはそういうふうに禁止勲章の早道でもあったの。戦争がいいいい言うてずっと言ってきたから。でさ、原爆が落とされて行ってみたら何にもない。家も木も何にもない。人間もいっぱい殺されて見たらみんな死にそうな人ばっかりなのよ。それが聖戦と言われるんですか、禁止勲章ものですか、いうのが私なんで、現在がずっと引き続いているように、戦争はダメです、戦争はダメです。誰かに言わなきゃ本当のところは分からんでしょう。Ein einziges Mal habe ich meinen Großvater gefragt, was er nach der Atombombe in Hiroshima erlebt hat. Er antwortete, dass man das mit Worten nicht vermitteln könne. Wer nicht selber dort gewesen sei, werde es niemals verstehen. Ich erinnere mich, dass er dabei gleichzeitig lachte und weinte. Erinnerst du dich, als du da warst, wie du zurückgekommen bist?どういうふうに言って、それは あのいつものようにただいまって帰ってきたわよ。全然帰ったことなかったから。それでまず何した、んまず何した、帰ってきて、うん、まず畑に行って、あのトマトとかね、なんとか新鮮なものを食べてました、とって、うん、あれがあらおかしいねと思ったけど、もうあの日本あの広島はね、もう焼け野原になって、何にもなああいう生鮮植物はないからね、もうちょっとあの缶詰の生活だったからね、だからもう新鮮なものが欲しいって、
それを食べたのがすごく印象に残ってます。